自分がレガシーをやる上でコマの禁止とかも踏まえて、それ以降はもうデスライトシャーマン、資源シャーマンを使うような選択肢しか逆になかったので、今は禁止について比較的肯定な考えを持ってますね。レガシーの環境的に一応あのマナ否定、あと軽いアクションと、あと踏み倒しとアドバンテージっていうこの4点からレガシーって成り立っていると思うんですけども、マナ否定、例えば不毛の大地とか、あとサリアとか、あと血止めの月、あとチャリスですね。で、軽いアクションだと、まあ、ドロー層多めだったり、あと除去が全部1マナだったり、あと踏み倒しとしては墓地利用、あと探査だったり、あの週末、あとショーテルとか含めてですね。で、アドバンテージとして、まあ、ヒムだったり、あと予報だったり、あと石火事の神秘化だったりロームだったりとかあると思うんですけども、そのうちのその上3つですね、マナー否定に強い、まあ、マナーを伸ばせるのでスライドシャーマンは。で、2点目の軽いアクションっていうのも、そのマナーを自分も増やせるのでアクション数が増えるっていう点で強い。あと踏み倒し墓地利用とかに対してももちろん睨みを効かせてて強いっていうことで、本当にもうレガシーのベースとなっているようなアクションを大半を占めてるっていうことで、強すぎたなっていう感じを持っています。ギタクシアの調査、ギター調に関してなんですけども、ちょっとメンタルミステッドの時もなんですけど、そのコストがゼロっていうことで、メンタルミステッドは攻守ともに強すぎて禁止になったんですけども、今回のギター調に関しては攻める側が一方的に強くなる、相手のハンドは一方的に見て選択肢を取れる、あと損がなく、あとライフもその攻めてる側はほとんど関係ないことがレガシーは多いので、でそのライフを2点払うだけでその得れるリターンが多すぎるなと思ってますね。で、デルバーのミラーとかでもお互い攻めるのにもかかわらず、そのギター調がすごい強いと言われてたので、ちょっと一方的すぎるゲームになりやすいと思っていたので禁止は賛成ですね。探査スペルと相性が良すぎるっていうことで、アンコが本当に2ターン目3ターン目に出てきちゃうんで、処理できるカードがレガシーだと本当に色がまずその白じゃないと触りにくい、アンコが早いターンに出てくるとその環境の色を指定するようなカードなんで、一方的なゲームになりやすいと思ってたので、ギター長も比較的賛成ですね。今までのそのレガシーにおいて一番上にいたのがやはりグリークイスデルバーで、時点がポーシーレオボルトっていうのが、まずメインに一番上にいたと思うんですけども、この2点は明確に弱体化します。グリデルに関してはもちろんその2種禁止カードどちらも使っていて、デルバーデッキの一番脅威としては1ターン目にその1マナのクリーチャーを展開して、そこから相手の行動をずらしながらテンポを取っていくっていうアクションが強かったんですけども、単純に死儀礼を失ったことによってあとデルバーしかない1種類しかなくなってしまったので、単純にその攻め手が半減したとも言えます。2点目でホーシーレオボルトなんですけども、死儀礼のシャーマンをベースとしたもちろん4色のデッキで、シギレシャーマンがいたからこそその1、3の動き、1ターン目シギレ、2ターン目レオボルトだったり、2ターン目そのキャントリップからヒメみたいな動きが強かったんですけども、そのマナーを管理することができなくなるため明確に弱くなります。ただグリデルに関してはシギレを失った分、そのアンコをたくさん4枚とか入れた形も今みんな調整し始めてる方も多いと思うので、今後が楽しみです。グリデル、ポーシーレオボルトがいた環境なんですけども、その下にいろんなデッキがあって、そのメインのところとしては赤タンプリズン、あとエルドラージ、デス&タックス、あとランズ、あとミラクル、あとショーテルとかストームのコンボが下にいたんですけども、それらのデッキはほとんどそのグリデルに抑えられてたり、あとシギレに妨害されてたりしたデッキなので、デッキからしたら環境が良くなると思っていて、環境は比較的その2色デッキに落ち着きやすくなると思われるので、例えばデス・アンタックス、シギレが減ることによって、もちろんコンボが増えると思われるので、そのコンボに強い、デスタクは、かなりいい場所にいると思っています。ミラクルに関しては、デスライトがいなくなったことによって環境が比較的中速から低速になりやすいので、そのミラクルの得意としている環境になりやすいと思われます。最後にショーテルなんですけども、ショーテルはギター調入ってるレシピもあるんですけども、かなり多くの人がそのギター調はいらないという結論が昔から出ていて、その定合の方がいいっていう議論はすごくされてる
ことが多いので、そのギター調禁止による影響はそこまで大きくないと考えます。禁止改定後の環境で注目している出来として、まず環境がそのしぎれが出る前の環境にまずは戻ると予想されていて、みんなそこから調整だったりそのテストを始めることが多いと思うんですけども、自分の中でのその時の環境の定義が、RUG であればカナスレ対、スニークショー、ショーテルが明確に2つが強くて、その2つに強いそのデサントサックス、しかも昔の場合はいろいろそのカードがデスタックにも足りてないカードがすごく多くて、今はすごい増えたのでより強くなっているので、カナスレ対そのショーテルの下にそのデスタックが睨みを利かしているっていうような環境を考えています。まあ、なのでデスタックをその注目のデッキとして今は考えています。ただ本当に環境の一番最初っていうのは、皆が墓地利用をデスライトで使えなかった分、その墓地利用コンボを使いたがるような環境になると思うので、最初はそのリアニとかドエッジが増えることによってショーテルが勝ちづらいと思うので、まずはデルバー対墓地利用対デスタックなんですけども、だんだん墓地対策が増えていって、その墓地を勝てなくなってくるとショーテルが勝ち上がってきて、やはりまあデルバー対ショーテルの構図になった上でデスタックがいるっていう環境が予想されます。今のタイミングでレガシーを始めるなら、私のおすすめとしては、まずは、キャントリップ、ドロソー、本当に皆さん青いデッキだったら必ず使うので、ドロソーのその仕方、何を先に使うべきか、どういう状況で使うべきかとか、いつのタイミングで使うべきかっていうことを本当に学べるので、まず青いデッキを、でそのドロソーで得たカウンターっていうのは基本的にピッチスペルだったりもあるので、そのタイミングを選ばずにして打てるので、その自分がどのようなタイミングで打つべきか、攻めるときか守るときか、あとそれを何かを通すときなのか、やはり妨害するときなのかとか、タイミングによってあと打つうまさが出たり、その勝敗を分けたりするタイミングがすごい多いので、そういう部分を学んでほしいですね。